ダウンロール、ダウンロール。くる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 メイト。トン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 。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。ありがとうございます。はるまさんの H。え？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 シャワー浴びてたら入ってきた。はるまさん。逆でしょ。僕が浴びてたら入ってきたんでしょ。どこでもドアで。そう。入ってきた。ドラえもん。しずかさんが泣きついてるじゃん、ドラえもんに。しずかちゃん。ドラえもん。旧のび太のつもりやった。新旧わかんない。なんで覗いてる側が泣いてんだよ。確かに。覗いてんの。よいしょ。ダウンロール、ダウンロール。青がいたかな。お、あ、お、あ、お、あ、お。やっぱ初手は停電だよな。停電がないよな。詰められる、絶対。奇跡が起きないから。チュポチュポクチュ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 ポ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 チュ黄緑じゃないのか。緑見せろ。タスクやってそう、これは。青黒ベンチ。緑見せろ、青黒オレンジ。わあ。西はい、西隊です。メインと、メインの方、メインの右側の部屋で西隊でした。2つ死体があってダブルキルです。あ、そうなの。藤宮さん直近で見ました。あ、そうです。中野アルもシャワー室で見ていたので、その後メインの足湯さんも、うん、僕もいました。あ、足湯さんいたか。シャワーでは見ましたね。はい、で、その後メインの右の部屋で先端さんと僕と藤宮さんが一緒になって、うん、で、先端さんが先に左に抜けていって、僕はそれを追うように左に行って、でだから先端さん自身で絶対無理です、うん、先端さん視点ではどうですか。中なるもあできます、あの黒置きできます、うん、あの僕視点で先端さん無理ってだけです。足湯さんの行動知りたい。あ、僕は、藤宮さん、サントスさんを残してエレクトリカル側に抜けて、で右上のタスクやって、で配電ちょっと触り出したって感じだったんですね。そうだから死体が、あ、2死体って言ってましたっけ、もうそもそも。はい、もうダブルキルだと思います。うん、2つの死体が転がってました、うん、もう真横に。時間的に、うん、絶対そう、ダブルです。え、どこって、どこって。メインホールの、右側の部屋と廊下です。今、階段登ってる人は階段登った人は階段。リアクター右側トータスです。階段登りました。ミーティングに登った長い音が俺。はい、短いのは俺やと思います。はい、オラフさんはラウンジの方へ行ってるのを見ました。アーカイブ入った時。無理ってことですか。うん、無理なんちゃうかな、あの位置から。無理。夏目先生って足湯さんをそのシャワーからメインの方向に行ってるのって見ました。はい、僕シャワーに置いていないです。停電中だったので。ああ、そうかそうか。はい。貨物から弁当ワンチャンぐらいちゃうかな。シャワーからメインっていうか、メインのシャワーで僕センタンさんと一緒になってるはずなんですけど、貨物誰もいなかったっす。企画のソーラフ以外いなかったっす。ここには行ってるっす。だから僕は結論なんですけど、自死点足湯アルマを釣っとけばどうにかなりそうです、うん、もういいじゃない、釣っちゃって、うん、1は落ちるってことですよね、あら、はい、これ足湯さん釣らないの。あ、僕も足湯さんにもう投票しちゃいました。自分怪しい、もうガンガン釣んないと、うん、スキップはもったいない、ま、情報出ないですよ、多分これ以上。
荷上げされてないか。ナイスナイスナイス。足し点、まあ先端が無理っていうことが、まあ、あれも先端じゃない限り分かってて、他の方どうですか。僕唯一正、はい、いいよ、オラフ君。ああ、僕アーカイブラウンジ、貨物室、診察室って言ったんですけど、診察の扉の閉まってて、そこの側にピカクロスさんが見えたんで、うん、まあ、ダブルキルを切った時間的にやって診察室まで来るのは相当時間かかってるし、誰か死にしてると思うんで、僕目線はピカさん難しいかな。時間は、どんぐらいかな7秒前ぐらいだと思います。あ、じゃあ無理です、うん、あの、はい、ちなみに私が診察室の中で心電図を確認した時には2人とも生きていたので、その後、うん、私離れてからだいたい10秒ぐらい経ってからリポート立ってるはずなんで、ほぼキル自体も直近だと思ってます。ごめんなさい、僕の話させてほしくて、夏目先生したら足湯アルマになるのは当たり前で、で実時点だと足湯さんと夏目先生かリアクターの右にいたっていうトータスさんがベント切るくらいしかありえないので、ここ4枚を釣り順間違えずに釣ったら絶対勝てると、うん、ピカオーラが絶対お互い不可能で、センダンさんが実時点不可能で、スナパイさんがミーティング登ってる音は僕も聞こえてるので、うん、この4枚しか容疑者はいないと思う。まあありましてんだけど、客観して多分センターアルマあるから、あ、そうかそうか、それもケアするんだったらアルマさんをどっかに釣るから、アルマを釣る、アシュアルマ釣って、その後順番どうしたらいいんだ、あれ、次は夏目先生より行ってほしいですね。でも僕は、ま、僕トータスさんの方が、あ、トータスもそうか、弁当もありえるし、僕そっちの方が濃いと思ってるんだよな。トータスさんって、ね、トータスさんって昇降機のところで多分停電直しに行ってたと思うんですけど、うん、どういうルート、金庫、ラウンジ、アーカイブ、そのまま左、うん、まあ、ちょっとわかんないんですけど、僕視点やと、もう夏目先生ともう一人のダブルキルっていう風にしかちょっと見えないんで、夏目先生プラス誰かでちょっと考えてもらって、うまいことローラ順考えてもらいたいです。よろしくお願いします。バランス、おー、そっちからか。バランス考えたら、あ、中野アルマ、夏目先生の順にするのが多分一番どの視点でも安定だと思ったけど、うん、なんでトータスさん目線、夏目先生確定軸なんだろう。え、夏目先生じゃ、アルマの方じゃないの。うん、てかもう助けなくていいか。夏目先生が持ってかれたね。持っていかれましたね。いいですか、ローラー大将なんで、ちょうど。うん。ある祭りの。ちなみに今、コミュニケーション直したのトータスです。あ、そっか、今ここで二郎残りのケアするんだったら、もうアルマ先端しか足してんで、二郎残ってるんだったら、ここしかありえないから、もうやっぱ僕釣りで大丈夫ですね。僕釣ってトータスさん釣りで、うん、まあ、僕後ろなんで、うん、トータスさんまで釣れば終わると思ってます。先端さん無理なんで、うん、実施で。コミュ直してくれた方はどなたですか。俺や。トータスさん、ごめんなさい。俺が夏目さん切って語ってなければ俺。はい。ちなみにボタン巻いたのは僕と先端さん。さっき俺が、無理やと思うって言ったのはオラフ君の方です。夏目先生じゃなくてね。あー。アーカイブからラウンジの方へ抜けていくのはオラフ君やったんで。弁当とかもうなさそうですか。いや、弁当はあると思うっていう話をした、その時。ああ、オッケーです。ね、C っていうなら、オラフ君が私目線ありそうではあるんだけど、はいはい、ただ、トータスさんがラウンジの方に抜けていくオラフ君を見てるという証言がある以上はないかなと思ってるぐらいです。うん。うん、まあ、比較からの弁当ぐらいかなって。ギリ、見えなくなさそうですけどね。まあ、僕が弁当使ってたら、ピカさんに見られていると思う。うそうだと思う。時系列的に考えると多分オラフ君が目撃する位置が違うかな、うん、であと停電も一緒にピカクロスさんと貨物室の方まで行ってるんで、うん、じゃあ、はい、まあトータスさんつってもしもおわあまあ僕からで大丈夫ですけど、うん、僕つってトータスさんつってもし終わらなかったらもう全力ボタンでオラフ君でってことですよね。オラフ君視点ピカさんがないってことなんで、うん、うん、かな。
まあ僕はトータスさんで終わると思ってるんで、僕トータスさん釣りで静着だと思います。これで終わらなかった場合、先端さんってことね、アルマさん。いや、先端さんは実視点で白なので。そう。そううん、だからね、アルマさんがクルーだった場合はセンターさんできないはずだから、うん、あ、自動的にクルーです。その場合さんないですよね、ベントからの階段はしごとか間に合わなくないですか、ね、階段僕らがだってメインの左とかだったから。ね、うん、俺とピカクロスキッチンと展望台で合ってんだよね。あ、合ってる合ってる合ってる。僕ボタンないんで。あ、オッケーです。あ、俺押す俺押す。終わりか。うわあ、あーよかった。ナイスファイト。ナイスファイト。いや、申し訳ねえ。いやー、アルマくんごめん。藤宮さん、僕の弁当見えてました？あ、見えてないです。あ、見えてないのか。あ、そうなんだ。いや、ごめんなさい。弁当見られたと思って、ちょっと無茶な気にしちゃった。あ、シャワーの弁当ですか？あ、そうです、そうです。あ、見てなかったな。弁当見られたと思っても、ちょっと、なるほどね、もうちょっと申し訳ない。アシエさんも、無茶苦茶な気に強要させちゃった。ごめんなさい。そう、サントスさん、でもセルフでも良かったかもしれないですね。じゃあ1キル引かわからんっていう。あ、ごめんなさいごめんなさい、申し訳ない。さっきまで痛いよなって思って2人とも夏目先生自身結構ホラーで2人とも死んでる。確かに。アシュスアルマ、その死んだ2人がいたからあれって思って、あ、よかった、ね、2体ちゃんと見つけられたのがね、ちょっと、うん、それでかかったですね。あ、2体ともあったって何回か見つけました、うん、もう最後の最後、スナパイさんがクレイジーなキルしたんかなっていうレアケースまで見ました。面白かったですね。まあまあ可能性はね、いくら折ってもいいんで、うんうん、いやーすごかった。俺疑われそうだっけ。マジでマジで、オラー君とピカクロスさんがお互いなんかちゃんと否定し合ってたのがいいですね。そのアリバイありよこの辺りは、うん、って、あれなんかめっちゃ詰まった気がする。しかもお互いになんかそれを言おうとして同時に声上げてたからね。あれめちゃくちゃいいなって思いました。